笠松競馬場付近の空中写真。南東側を流れる川は、基礎川である。1987年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成笠松競馬場にある、地方競馬のための競馬場である。1935年、江名郡中津町に存在した中津競馬場を、 笠松町に移転したのが前身。戦前、岐阜県には、各見ヶ原競馬場、養老競馬場が存在していたが1938年に、笠松競馬場に統合されている。競馬の主催者は、岐阜県地方競馬組合、オッズパーク、D ネット加盟競馬場、名古屋競馬と交互に開催され、名古屋競馬開催時は、場外発売を行う。2004年に、名馬、 名手のサトドリームスタジアムの愛称が付けられ、各種 PR に用いられている。最寄り駅は名古屋鉄道笠松駅である。かつては、隣の東笠松駅が最寄り駅で、競馬開催時には、優等列車も停車していたが、利用客減少から2005年1月29日に廃止された。コースは木曽川のあぜに位置しており、 一周千百メートルの右回りコースである。旧車は、競馬場から離れたところにあり、調教の際には、旧車から競馬場まで延々と歩いて移動させる。地方競馬から、中央競馬への移籍機種第一号となった、安藤勝美、芝山祐一が在籍していた、競馬場として知られ、昭和から平成にかけて、怪物フェートの王山、名馬をグリキャップや、 除血マックスフリート、その後も、オグリローマンライデンリーダーレジェンドハンターラブミーちゃん、などを排出しており、中央地方の枠を超えて、注目を集めることが多い競馬場の一つである。全国でも珍しい滞在型交流を実施している。当期期間中、金沢競馬場所属の競走馬が、所属変更することなく、笠松競馬場。 名古屋競馬場の両方の馬房に滞在して、レースに出走する。馬だけでなく、調教師などの関係者も滞在をする。また、騎手も毎年10名前後滞在して、レースに参加する。2006年3月7日から、インターネットストリーミングライブ放送が開始された。トータリゼータシステムは、日本ベンダーネットである。発売締め切り前に流れる曲は、 フランク・ミルズの愛のオルゴールであったが、2011年10月3日に曲を変更。さらに、2021年9月の開催再開に伴いファインプレーに一新された。2018年4月、地域に密着し、地域に愛される笠松競馬を目指して、笠松競馬ファンクラブが始動。笠松競馬は上述の通り数々の名機種や名馬を、 排出し、全国地方競馬でも確かな存在感を持ってきた競馬場である。しかし1990年代後半から、単年度赤字が続いていたことや売り上げ工の見通しも暗いことなどから、2004年に将来的な廃止も含めた検討が行われるなど、中長期的な見通しが不透明な状態になっている。2005年度は、黒字売り上げが見込めない場合は、 廃止を検討するという案が岐阜県議会に上提されたが関係者の賃金や競争賞金を減らしたり三連単馬券の発売を開始し2005年度は8000万円の黒字となり今後も黒字売上が見込めると判断されたため2006年度も開催が継続することとなったしかしその後も売上不振は続き2010年度は 赤字が最大で3億1500万円と試算されたことから、組合は、賞金と出走手当の最大4割削減などのコストカットを提案。反発したシュや旧車サイドとの交渉の結果、15%の削減と基金の取り崩しで合意がなされ、当面の存続が決定した。また、財源確保のため、競馬場に募金箱を設置するなどで寄付金を、 募るという、全国発の試みもなされることとなった。しかし、県議会に廃止案が出され大幅な賞金カットが実施されるなどしたこともあり、競馬場の先行きや、自身の生活に、現在も不安を抱いたままの旧社関係者は、非常に多い。かつては、全国有数の水準の高さで知られた、騎手陣も、安藤勝美以後も、川原昭一、柴山祐一、 安藤光明とトップ、中堅クラスの人材の流出が止まらず続いている。実際、安藤光明などは、中央競馬の機種免許試験合格の際のマスコミのインタビューの際、中央競馬への移籍の最大の動機として、笠松競馬の先行きが不透明なことを挙げており、岐阜県や笠松競馬側が、 中長期的な経営展望を打ち出せなかったことが流出を招いた一因になったと言える。現在ではこれら移籍していった者たちの他にも将来的な中央競馬の機種試験の受験希望を明言する者もいる。このこともあり、競馬場運営の早急な安定は機種の確保やファンの維持にとって早急に解決すべき課題として様々な 競馬マスコミからも指摘を受けるところとなっている。近年は馬券のインターネット販売が好調であることや、中央競馬の馬券発売の効果で単年度収支は黒字形状を続けており、施設改修や賞金増額にも取り組んでいる。笠松競馬場は、建設時に地主との交渉がうまくいかなかったことから、全国では珍しく競馬場の敷地の十八 パーセントが、私有地になっており、高数値側には畑や水田に墓地まで存在する。このために、多額の土地施設賃貸量が発生しており、赤字が続くようになった笠松競馬場の経営に、とって大きな足かせとなった。黒字が見込めなければ、廃止という条件が課された2005年度には地主らが、笠松競馬存続に協力する形で賃貸量を、 固定資産税相当額に引き下げたが、笠松競馬が単年度黒字を計上した2006年度以降の賃貸料をめぐって増額を求める地主らの一部と低く抑えたい競馬組合が対立。賃貸借契約が合意に達しないまま、笠松競馬が開催を続けたため、敷地の約30%を占める一部の地主らが賃貸借契約終了の確認と、 これまでの賃貸料支払い並びに、現状回復を求めて、競馬組合を提訴するに至った。2008年5月の岐阜地裁審判決では、地主側が勝訴。競馬組合側は控訴した。第二審の名古屋交際では和解協議が持たれ、2010年度まで、壺当たり、賃料1200円とすることで合意した。しかしながら2011年度以降は、 固定資産税評価額など、客観的基準に基づき賃料を算出することになっており、笠松競馬場の存続見通しが不透明なのは、変わりがない。P コールプレステージ競争、SP コール、数の略なお、2008年まで、フローラステークスの東海、北陸、近畿、中国地区トライアルとして行われてきた若草賞は2009年により、福山競馬場、 2014年より、名古屋競馬場で実施されている。笠松競馬開催期間の最終日には、一定以上の実績を残した馬による、東海クラウン競争が行われる。2007年4月より、トリプルドリームズとして、今までの笠松競馬場、名古屋競馬場に、金沢競馬場もを加えた、相互発売体制になった。現在は、基本として日、日は、 金沢競馬場のレースを、笠松競馬場、名古屋競馬場にて、ガッツ、水、木、金は、笠松競馬場、名古屋競馬場のレースを、金沢競馬場にてそれぞれ場外発売する。なお、シアターエナでも金沢競馬場のレースを発売する。2007年6月より、他地区のナイター競争で行われる、ダートグレード競争の日を中心にリレーナイターを実施。 実施当日には、笠松、名古屋競馬のレース終了後に、大井競馬場や川崎競馬場などのレースを発売する。なお、シアターエナでも発売をする。2012年6月8日をもって、枠一重を廃止し、6月10日からワイドの発売を開始した。2014年9月10日より、笠松競馬場並びに、各場外発売所で、 フォーメーションでの勝馬投票券購入が可能になった。2014年10月4日より、笠松競馬場並びに、場外発売所、シアターエナにて、地方競馬共同トータリゼータシステムを利用した、中央競馬の勝馬投票券発売を開始した。中央競馬の発売においては、それぞれ J プレイス笠松並びに、J プレイスエナの名称で案内される。 以下の愛知県競馬組合管理の施設でも場外発売が行われている。馬がパドック集会中に予想指揮者による解説が行われている。予想紙は競馬エースと競馬東海の西で価格はいずれも550円である。複数いる笠松競馬上校任予想屋のうち大黒社こと市岡工事は元近鉄運転士でテレビ、雑誌等への出演歴も 多数ある。また、2006年から2009年まで活動していた、女性予想屋の師匠も務めていた。実況は、以前、主に広報官の畑野賢治や河村則り岸和田慶林場の岸和田 BB スタジオでキャスターを、していた、岸根正とも、藤原健一が担当していた。2013年4月8日からは、地目社所属の実況アナウンサーや、 西田茂弘が担当しているほか2018年6月からは、元ラジオ日系アナウンサーの船山洋二も不定期では、あるが場内実況を担当している。1990年代中頃に、競馬会再日には、岐阜放送のテレビで15時 -16、25の放送枠で、笠松競馬中継を放送していたことがある。1980から90年頃には、 ギフ放送のラジオでも生ワイド番組内でレース実況をいる中することもあった。2011年4月から2013年3月の間スカパーのエキサイティンググランプリで開催日に無料放送の笠松競馬中継を放送していた。2013年4月からは中継を行っていなかったが2014年度からは地方競馬ナインで オグリキャップ記念と笠松グランプリの開催日に限り中継を行う。グリーンチャンネルでは2012年、2013年、2015年に笠松グランプリを中継した。1981年12月30日に行われた東海ゴールドカップで第3藤高機上の井出植慎一が距離を1400メートルと錯誤し2周目直線で手綱を緩めて スピードダウンしたため5着に破れ、上位人気場であったことから、場内のファンが、八王朝だと騒いで返金を要求。一部のファンは、管理事務所を取り囲み、さらに興奮したファンが、予想紙を販売する小屋への放火や、窓ガラスを割れるなど棒とか、岐阜県警機動隊や橋間署員が出動する事態となり、警察官に暴行を働いたファン1名が、 公務執行妨害容疑で逮捕される始末となった。なお、厚生委員は、井出上の距離錯誤によるミスを認めたものの、地方競馬実施規則に基づき、審議対象にならず、レースは成立という結論を下した。また、井上は、笠松競馬での起乗を無期限で停止され、所属していた名古屋競馬でも10日間の起乗停止となった。 ハロー車が侵入した2011年1月7日、第3レースの模様2011年1月7日、第3レースにて、ハロー車がレース中に侵入し、競争を妨害したとして競争が不成立となる事故が発生した。交渉面からスタートし、コースを1周半する1800メートルの距離で行われたレースだったが、馬場整備の受託業者が800メートルで行われる。 レースと勘違いし、競争中にもかかわらず、コースに波浪車を入れ整備を始めた。最後の直線に差し掛かったところで、競争中の後とは2台の波浪車の間を縫うようにして、ゴールインしたが、競争全般に重大な影響を与えたものとみなされ、競争は不成立となり、当レースに関する勝ち馬投票権はすべて返還となった。 払い戻し総額は786万2000円。当然ながら、不正率とならなければ適中していた、勝馬投票権を持っていたものも数多くおり、抗議も相次ぐ事態となった。なお、笠松競馬では午前中に1800メートルのレースが行われることは少なく、それも業者の勘違いにつながったと言われる。2013年4月26日、 第5レースに出走予定だったミッキー・オスカーが脱走し、約 10km 走り抜け、鏡ヶ原市内の公園で保護された。第5レースは2番人気であったミッキー・オスカーを除外した発動で行われた。2013年10月28日3時5分頃、コスモビジョンが場内コースで調教されていた際、突然暴れ出し逃走し、走行中の軽乗用車に衝突し、 運転手と馬が死亡した。その年4回目の脱走であり、開催を自粛し、名古屋競馬は開催日程を変更することになった。その後、11月18日から4週間ぶりに開催されたのに伴い、警備員の増員や非常サイレン増設に当面は月に一度、馬の逃走を想定した訓練を実施するなど、再発防止策が行われた。 翌2014年10月7日に、男性の競馬場パート警備員が、業務上過失致死傷容疑で、岐阜地検に、書類送検された。警備会社や、笠松競馬場を管理する県地方競馬組合については、サイレンの設置や、監視体制の強化などの事故防止策を講じていた、ことから、立件は見送られた。2015年には、 笠松町へのふるさとの税勢に対する返礼品として、レース名の命名権が与えられている。2019年6月12日の9時45分頃、旧車に気球途中の4歳オスの競争馬1頭が、車のエンジン音に驚いて暴れ、休務員の手綱を切って逃走した。車両通行のため開いていたゲートから行動に出た、ものの、約5分後に、住宅地で確保され、 人馬に怪我はなかった。前述の2013年の事故も含め、度重なるっぱなし馬事故を受けて、岐阜県地方競馬組合は、同月17日に、旧車入り口に、従来の遮断機に加え、横に開閉する伸縮型のアルミ製フェンスと、鉄製バリケードを設置し、組合職員や警備員らによる、対応訓練が行われた。なお、県競馬組合は、 事故の再発防止対策を徹底するためとして、予定していた同月18日から21日の競馬開催を自粛した。2020年6月、関係者が勝ち馬投票権を購入した競馬法違反容疑で、所属の調教師1名、機種3名が、岐阜県警より、任意による事情聴取と、自宅や厩舎など、家宅捜索を受けたことが公表された。 岐阜県地方競馬組合は、警察の捜査に全面的に協力し、必要に応じて関係者に厳正な処分をするとコメントしていた。その後、同年7月末の機種免許更新時に、小島徹佐藤智則、島崎和也、山下正幸の4名が免許を更新せず引退。共同通信や産経新聞などは、免許を交付されず引退した人物が、 馬券購入に関わった容疑で捜査中の調教師と、騎手の4人であるという趣旨の報道をしている。厳正な処分をするとしていた組合であったが、この引退に際して対外的な発表は行わず、またこの4人以外への調査が不十分であり、後の第三者委員会の設置へとつながることとなる。2021年1月19日には再び、所属する騎手、 長教師などが、競馬法で禁止される勝馬投票権を購入し、名古屋国税局から、申告漏れを指摘されたという朝日新聞の報道を受け、事実確認を行うため自粛するとして、予定していた19日から22日までの、競馬開催を中止した。古田はじめぎ府県知事は、同月19日の記者会見で、 第三者委員会を設けて、事態の解明を行うとともに再発防止策の策定や関係者の法令遵守意識の徹底などに当たることを表明し、その上で2月の開催も休止し、遅くても3月には笠松競馬を再開したいとの見通しを述べたものの、真相の解明には、さらなる時間を要することから3月から5月までの開催も休止されることになった。 2021年4月1日には2020年及び2021年の不祥事を調査した第三者委員会による報告書が公開された。この中では2012年から2020年。一方で疑惑のあった八尾町については複数の機種からの証言があったものの、あくまで機場に対する機種の主観以上の証拠はないため、事実としては認定はされなかった。 このうち2020年7月末に、すでに、引退した4名は、第三者委員会の連絡に応答がなかったため、調査はされていない。この4名は2021年3月11日に、競馬法違反で、書類送検。3月30日に、略式起訴。2021年4月12日に、岐阜管理裁判所により、元調教師に、罰金30万円。 元機種3人に罰金40万円の略式命令が出されている。2021年4月21日、岐阜県地方競馬組合は再発防止策と以下の通り関係者の処分を発表し、前年に引退した小島、佐藤、島崎、山下の元機種、調教師4名を中心的な役割を果たしたとして事実上の競馬界からの永久追放となる。 競馬館を禁止処分とし、複数の現役機種、調教師も、一定期間の競馬館予定士とする処分を下した。また、組合の関係者では、組合トップの管理者を務める古田成人、笠松町長を、減給10分の1、3ヶ月とするなど21人を、減給や開国などの処分とし、古田はじめ岐阜県知事についても、減給十分の一。 三ヶ月相当とした。さらに、笠松町長が務めてきた、競馬組合管理者を、県の副知事が務めることになり、笠松町長は、副管理者とした。競馬管与停止処分となった八名の機種、調教師は4月21日付で、地方競馬全国協会が、それぞれの免許を取り消し、さらに金銭を受け取った関係者のうち事項が、成立していない機種二人は、 刑事告発を受けた。なお、このうち2名は、現金は受け取ったが賄賂だという認識はなかったと、主張し、処分の取り消しを求めて、岐阜県地方競馬組合及び、地方競馬全国協会を相手に、岐阜地方裁判所に5月31日付で、提訴している。加えて、同年8月1日の免許更新時には度重なる、セクハラ行為で、重い処分を受けていた。 井上隆彦の調教師免許が更新されず、前日付で事実上の引退となった。組合は、地方競馬全国協会が決めたことなので仕方がないと、コメントするに止めた。このほか不正行為に関与しなかった、所属キッシュ10人のうち、2020年10月にデビュー、したばかりの長江敬吾を除く9人は、競馬の構成を害する。 行為等を知ったにもかかわらず報告を怠ったことが管理者指示事項に違反したとして開国処分を受けた。2021年4月27日、地方競馬全国協会は再発防止策を発表を。調整ルームや機種控え室における通信機器の所持と使用現金を改めて徹底し、金属探知機を用いて所持物や身体検査を実施。 通信抑制装置や電磁波遮蔽フィルムの設置も定められた。笠松競馬の再開時期については農林水産省、総務省と協議して決定するとして明言を避けた。さらに一連の処分発表後の同年5月12日、所属の現役機種1名が同年3月に、 笠松以外の競馬場で予想行為をしている元機種が SNS 上で実施した検証に応募し現金10万円を受領していたことが判明した。組合はこの機種について第一報での実名公表を行わなかったが、先の処分で開国を受けている水野翔が同年3月18日に立川樹記屋より10万円の振り込みを受けたことが明らかになっている。 組合の調査に対し、当該機種は、レースが中止されていたので生活費の足しにしたと話しており、この行為は、組合の管理者指示事項に違反する、公正を害する恐れがある行為として、5月25日、岐阜県地方競馬組合は、水野と笹野博史調教師を、以下の通り処分した。水野は戦術の井上調教師の免許執行後も、なく、機種を引退した。 この事案については、組合や報道機関からのリリースが一切なく、地方競馬全国協会のデータベースで、機種免許が失効した状態になっていることでのみ、確認が取れる。これにより、2021年8月時点で、笠松競馬場に所属する機種は9人となった。古田はじめ岐阜県知事は5月18日に、手続きや準備が順調に進んだ場合、 再開は7月に入ってからとなると、開催再開時期の見通しを示したが、実際には、儀南町、笠松町の公営競技志向団体の指定が8月4日まで、ずれ込み、同競馬場におけるレース再開は、同年9月8から10日より2021年度第1回開催を、施行する方向で調整している。その後、8月に数回にわたる、開催演習を経て、 同年9月8日より、約8ヶ月ぶりに、競馬開催を再開した。なお、再開に際して、ファンファーレ、ババ入場曲、締め切りチャイム、ゴール板の塗装などが刷新されている。1927年、江奈郡中津町大技駒場に、中津競馬クラブによって開設された、競馬場。ババは一周800メートル。1933年秋間にで、 春秋14回開催されたが、三幹部であることから入場者が少なく、経営困難となった。移転先として、岐阜市、大垣市、時郡田治美町が候補となるが、1934年に、橋間郡、八剣村へ移転が決まり、その後笠松町に変更された。跡地の一部は、農地、宅地、岐阜県立中津商業高等学校、第二位グラウンドとなっている。 また、1929年に、中津競馬クラブ有志によって建立された、馬頭観音の石碑が残っている。一時期、2500メートル、スタート地点に、ジョッキーマックル君の階層にご期待を、なる、横断幕が掲げられていた。ありがとうございます。